ういっす。12月4日になってるので、小次郎の方行ってみよう。ああ、何やんだっけな。そうだよ、二階堂の端末からパクったデータ見たいんだけど、見れないな。散歩か。適当にじゃあ回りますね。あ、小次郎。お。僕は別にカツラギさんとこにあの話を持っていこうかなって言っただけで、で違うよ。早いな。そこまで厚かましくないよ。お金ちょうだいよね。うん、頑張って。手がかりが見つかったらさ、僕に教えてよ。はい。その力になれるかもしんないし。そうだろ。うん、お、そうだよ、それだよ。もう、姉ちゃんばっかりや。あれ、はあ、おお、いけるようになった。はい、じゃあ2。
M。ミド。はい、わかりました。はあ、そうだな、学校行けるか。おお、夕方こう、夜まあ図書館でいいのかな。いや、中図書館。おう、どうなさいましたか。おう、まっちゃん、何かご用でしょうか。はい、ここに勤めている松野と言います。そうですね。どのくらい前でしょうか。では、私とお会いしていませんね。は？館？はあって。館長さんは、困らせてしまいました。いいえ、はい、工学のために働かせていただいています。ええ、はい、はい。どうかなさいました。は、来館されたのはどのようなご用でしょうか。そうですね。私ってまだ見習いですから、おバカさんね。なんじゃそりゃ。で、どのような本をご所望でしょうか。美術品ですか。それです。あ、ですけど、ここはもうすぐ閉館しちゃいます。いいえ、今日は時間なので閉館するんです。明日来ていただければお手伝いできると思いますが、お任せください。右も左もわからない方の手を取って、手取り足取りをお教えします。はあ、うん、美術品でしたよね。美術品といってもお客様の、失礼ですが、お名前は。そうなんですか。はい、小次郎さん。小次郎さんのお探しの資料は彫刻、陶芸、絵画、近代美術。私、学校で古美術史を専攻しているんです。ただし、一般の来館者には館内の資料は貸し出しできません。では明日来ていただければ。ええ、小次郎さん、イスラムですか。あそこは内情が複雑ですからね。イスラムの絵画に限っては、そう資料は多くありません。あ、はい、
ごめんなさい、もう閉館です。はい、お待ちしています。 OK か。はい。いいえ、とんでもないです。ふい、だよね。お、ちょっとあなた、何をしているの？門のところでうろうろしたりして。変質者？違うというの？へりくつを言う人ね。だったらどうだというの？そうよ、制服を見ればわかるでしょ。じゃ、今度はあなた、ここで何をしていたの？やましいことがないなら答えられるはずでしょ。コウさん、ディレクターの？バカに、校長先生のことよ。あなた、本当に古い言葉ね。まあいいわ、警察には通報しないであげるけど、変質者に間違われるわよ。校長先生に会いたいなら昼間来ることね。おっと、失礼したわ。怪我は？先を急ぐので、それでは失礼。いやー、お、なんだそれ。何が前触れだ。ああ、二階堂だ。バカか貴様は。二階堂だ。インポータントデータだ。殴ろう。何自分。はいはい。おい、いいか、高さんには忘れるな。なんかよくわかんないけど。ほいほいほい。どなた様でしょうか。ああ、あ、天城さんですね。とうとう見つかったのですね。あ、どこへ行かれますか。まあ、まずはお座りください。はい。そうなんですか。でもさっき二階堂さんが。すると二階堂さんの方が、そう。はい、ぜひ結果を出していただきたく思います。お聞かせ願いますか。二階堂さんには無論言います。二階堂さんと正反対のことをおっしゃる。物取りでないとすると一体何なのでしょうか。うん、やけに自信を持って言われますね。勘にそこまで。そういうものですか。どなたから聞きました。情報源はうちの女生徒ですかな。以前旅行の話はしましたよね。
校長という職業は結構フリーな仕事だと思われがちですが、ですからここ1週間ばかりまとまった休暇を自主的に取りました。さあどうでしょう。私が職場に復帰するのは早くても3日後です。その時までには絵画が見つかっていることでしょう。そういう日程になりますね。いずれにせよ協力は惜しみません。必要経費は請求してください。期待していますよ天木さん。そんなもんか。はい、本当によろしくお願いします。それで十分ですよ。ああそうだ天城さん、私は今晩仕事関係の会合がありまして、ですからもうすぐ出かけますので。はあ、ご苦労様でした。帰るか。はい。おっと。小次郎さん、私ですよ。ボス。そんなところでして。ええ、いろいろと情報を仕入れましたがね。いえ、まず闇ブローカーどもの間には出回っていません。確かに美術品ではありますがね。その通りで。ええ、通常の盗難よりは散歩か。今日中にやってしまわなければならないことがあるんでね。襲う。一人なのは単に就業時間を過ぎたからだ。就業時間内に仕事が終わらなかったからだ。あ、酒飲みに行かなくていいのこの人は。時間内に終わらない量だったからだ。必然的にそうなっただけだ。お互い様だ。したいしたくないの問題じゃない。一応これでも所長だからな。嫁に行く気などさらさらない。今日は古い友人と久々に会う予定でね。幸か不幸か女だ。な、ここがどうしたんだ。どうしたんだ。
中にやることが意外に多いんでね。別にパパの写真は少ないんでね。はあ、それがどうした？仕事って？うん、別に。こっちからも一つ聞こうか。真顔で変なこと言うな。商売がたきに捜査の方だ。やけに余裕だな。謙遜か。線ではないような気がしてきている。いや、メインで動いているのは、ああ、自分の理論に陶酔して。小次郎、お前の操作や考え方には他の署員がついていけない。ああ、そうだ。小次郎のように才能で操作できる人の方が少ないのさ。似たようなものだろ。うん、その考え方が柔軟すぎると言っているんだ。そうかね。そんなんで仕事ができるのは私のパパだ。やめろよ今更。すまなかったな。あまり相手もできないで。小次郎、お前には負けないつもりだ。帰るか。
女子。霊界。うん。じゃあ今回ここまでで。続く。